多くの買い物客で混雑する年末年始を前に、名取市の大型商業施設で無差別の殺傷事件を想定した対応訓練が行われました。みんなバレちゃった。イオンモール名取で行われた訓練は、ナイフを持った男が買い物客を無差別に襲ったという想定で行われ、施設やテナントの従業員や警備員などおよそ25人が参加しました。従業員らは負傷者の救護を行い、警備員は警察官が到着するまでの間、さすまたやショッピングカートを使って犯人を制圧する方法を確認しました。はい、取って、取って、はい、離せ、はい、くじまへん、小息子ボーイで現場に対応。あー、くそ。また女性従業員は、女性警察官から不審者に腕をつかまれた際、相手の腕の関節が曲がらない方向に押すことで相手の力を弱める護身術などを学びました。無差別殺傷事件、こういったものはもう時期とかに関係なく、いつ起きるかわからないことですので、常に、頭の中に入れて、生活していただければと思います。